はい、どうもエナジー福田です。今回はですね、冬の定番メタルバイブをスピニング PE で最近やってみてるんですけど、その始めたきっかけと、まあ、実際使ってみての感想などをまとめていきたいなと思います。はい。でまず使い始めたきっかけなんですけど、去年の冬はベイトでやってたんですけど、ちょっとねベイト用のアドレナが折れちゃって、でたまたまスピニング最近そんな出番なかったんで、これでやってみようかなっていう思いで始めました。使ってるのはポイズンアドレナの 276M、 スピニングにしたらちょっと固めの竿ですね。適合ルアーウェイトが16分の3から2分の1ってなってます。7フィート6インチですね。はい。でリールはストラディックの 300XG、 ちょっとここまで大きいスプールじゃなくて大丈夫だと思います。はい。で P ラインは4つ編みの 0.85 で、リーダーがフローロの16ポンドかな。これもちょっと太すぎなんですけど、万が一デカバスかかった時用に気持ち強めにしてます。で、メタルバイブいろいろある中で、このね、サーキットバイブ、レプスのサーキットバイブが、サーキットボードという、こう、薄い板を使って作られてて、最初の立ち上がりがいいんですよね。アクションしてすぐ動いてくれるみたいな。なので、リアクションさせやすいんじゃないかなって思って使ってみてます。で、サーキットボードという、こう、板なんで、頭が重くて、後ろが軽いって、こう、メリハリがついてるんで、スピニングでのメタルバイブに最適かなって思って選びました。で、スナップは、エバーグリーンのワイドスナップの2番使ってます。若干ね、この、愛に通しづらさはあるんですけど、ベストなのはシャープ V1 かなって感じですね。はい。でこのスピニング PE をやってって気づいたメリットは、これメタルバイブが4分の1オンスなんですけど、はい、こんな感じでかなり飛距離が出るんですよね。これが一番のメリットだなって感じました。でベイトだったら4分の1ベイトフィネスだったら、まあまあ飛びはすると思うんですけど、ここまで快適に飛ばせるのはちょっとないかなって思うんで、そういう意味でも PE はいいなって思います。であとスピニングの中でも硬い方の竿とで PE 使ってるっていうのもあって、アクションのこのブルブルっていうのがかなり手元にしっかり伝わってくる。今かなりブルブルしてるんですけど、いい感じに伝わってくるんで、気持ちよくアクションできるっていうのもありますし、水中のウィードとかゴミ拾った時にはこのね手元に伝わるブルブルが変わってくるんですよね。ブルブルじゃなくてパタパタみたいななったり、このブルブルがかなり弱まったり、そうするときはルアにゴミがついてると思うんで、パンパンってしゃくってあげてゴミを取り除くか何かしてあげてください。エビ行った時もこのねブルブル感でわかるんで、まあその時はエビの時もしゃくってあげたら結構簡単に取れるんで、でしゃくった後にもう一回ブルッと確認して正常かどうか確認すると、一回一回回収してたら結構ねめんどくさいと思うんで、それがなくていいんかなと思います。で PE を使ってるんで、かなり遠くでもしっかりアクションさせることができます。クイックにアクションっていうかな。細めのフローロ使ってたら、まあ、フローロとはいえども若干伸びがあるんですよね。で PE だったらもう伸びがなく使えるんで、もう直結してルアーが動いてくれるみたいな感じですね。こんな感じでゴミついてたらちょっと違和感がわかります。それなので結構遠投した先でのルアーアクションだったり、ボトムまで沈めてのルアーアクション、これがクイックにできるのがスピニングでやるメリットかなって思います。動かし方なんですけど、ベイトで結構使われる方多いんですけど、その時はドゥーンってこう結構竿をしならせるような感じでアクションしていくと思うんですけど、スピニングの場合は、まあ、そういう PE の伸びないっていうこともあって、こんくらいそこまで大きくリフトさせなくても大丈夫ですね。もうボトムでちょこちょこ動かすみたいな、そんな感じで、まあ、こんだけでもだいぶボトムの方ではボトムバンプしてくれてるんで、で使ってて分かったのが、この手首を上に上げる、手首で上に上げるブルット、この手首をやるときに大事なのは、ラインスラッグをできるだけ取ってから手首をやる。そうしないとラインがたるんだままやるとちょっとねえびりやすい気がしましたね。移動範囲が短くなるんで、あんまバスにアピールできないかなって感じでした。来た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 、説明してたらあ、バレた。はい、今のみたいにこうやってなかなか釣れないなって言われてる場所でもバスを連れてきてくれる、そういうセッティングになってるんじゃないかなと思います。でこれメタルバイブどれでもいいってわけじゃなくて、このデプスのサーキットバイブがそういう機敏に動かす、こういうスピニング PE には向いてるんじゃないかなって思いました。はい。でスピニングなんで4分の1を使えるっていうことは、この4分の1で軽さ、重たいやつやったらこうストンヒューストン
ヒュストンみたいな感じになるんですけど、軽いおかげでヒュヒュってこのストーンがなくなる分食わせるチャンスにつながってるんじゃないかなって僕は気はそんな気がしますね。重さでリアクションっていう釣り方もあるんですけど、そこは場所とか好みによるんかなって感じ。スピニングには4分の1がのサーキットベイブが向いてるかなって思ってます。ここも実際結構擦れてる場所、みんな釣りするんで擦れてる場所なんですけど、今みたいに口を使わせられたってことは、いいことですね。でちょっと今ドラッグの調整を迷ってるんですけど、フッキングちゃんとさせてなおかつ取り込めるっていうドラッグセッティング、ちょっと今のはね多分フッキングが決まってなかったんでドラッグが弱かったような気もしますね。まあまあそこはロッドとの相性で変わってくると思うんで、そこは微調整してやっていきましょう。でデメリットなんですけど、今こう無風状態なんでいいんですけど、もし風が結構吹いてる場合は P ラインなんでめっちゃ流されます。でキャストした後このボトム着底を待つ間にかなり流されて、でそれを巻き取る間にエビリやすかったりしたり、そこからこうアクションをさせていると上げて落として、この最中にラインが持ってかれるんで、メタルバイブをまっすぐブルブルってさせることなくこうちょっと横になるんで気持ちいいアクションになってない気がするんですよね。最適なサーキットバイブ使ってもらったら分かると思うんですけど、気持ちいいブルブルじゃなくなるんですよね、横風の時。それなんで横風の時はちょっと使えないかなって感じですが、風に真正面に対して使う、そういう使い方になるかなと思います。真正面か背中から吹く風ですね。はい。で3分の8オンスこの上のサイズなんですけど、それをね使ってると手首でアクションしてるせいで、どれぐらいだろうな、僕はそんなスピニングを使い慣れてないせいもあるのか、2時間ぐらいでちょっと腕がしんどくなってきますね。今使ってる4分の1だったら全然問題ないんですけど、3分の8になるとやっぱこう手元に来るブルブル抵抗、ルアーの抵抗が増えるんで、こうやってこうこうやって手首で動かしてるんですよね僕。これを3分の8で2時間やるとちょっと辛いです。なので4分の1できれば4分の1で、今日みたいに曇ってる時とかちょっと風があるなっていう時は3分の8あった方がいいんじゃないかなと思います。ちょっとね疲れはするんですけど、その分アピールがでっかくなると思うんで、この水押しですね、とりあえずその2つがあればどっちかが合うかなって感じです。でカラーなんですけど、僕はこのホワイト系スポーンギルホワイトギル、なんかそんなカラーの名前と、これが濁った時に結構ね水の中でも目立つんで、このカラーと、まあこれは定番なんですけど赤金ですね。はい、この2つをとりあえず使ってみてます。あ、そうそうそう、サーキットバイブの愛なんですけど、このね前と後ろとあって、後ろの方がリフト&フォールに特化した愛になってるんで、こうスピニング PE でちょこちょことボトムバンプさせて食わせるっていう時には後ろの愛につけてあげる方がいいと思います。はい、この方が細かい同じ移動距離でも何回もバンプさせることができるんで、ボトムでじっとしてるバスにリアクションを与えられるんじゃないかなと思います。はい、でさっきの魚はちょっと逃しちゃったんですけど、また多分今まで全然魚釣れてなかったんで、これは可能性あるかもと思うんで、ちょっと今年の冬は浜での遠投のメタルゲームと、こういうね軽めの比較的足元狙うメタルゲームと両方やってって、まあ、実際魚をいつか冬の間に、はい、メタルシーズンの間にこのスピニングセッティングでお見せできたらなと思います。はい、実際の魚はもう少々お待ちください。ということで今回はスピニング PE によるメタルバイブのメリットデメリットでした。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。